さん、こんにちは。インスパイアの久田です。今日もユースリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2018年12月3日ということで、月曜日ですので、恒例のですね、長岡造形大学でお話ししています、情報リテラシー論の内容ですね、振り返っていきたいと思います。授業は90分の授業なんですが、90分の内容のレジュメをですね、15分で振り返っていきたいと思います。ではまずこちらからご覧いきましょう。どうぞ。はい、第10回ということで、様々な動画とネット生配信ということでお話しいたします。まずはいつも通りですけど、スライドの方で、NID10 というですね、どこで質問と受け付けてます。こちらの方で回答の方は答えますので、また見といてください。では、様々な動画ということで見ていきたいと思うんですが、まず一つ目ですね。公開しない動画をソーシャルメディアなどで送って交流するって書きましたが、もう Facebook だろうが LINE だろうがショートメールだろうがですね、メッセージに動画を添付するってことが当たり前にできるようになったり、音声を添付するということができるようになりましたよね。ということで、続いては、SNS も対応済みのスマホ向け縦動画でおすすめの映像ということで、この、Yahoo さんのこのね、動画とか、そして真ん中の動画とか見てもらいました。ということで、結構ね、今回は動画を見てもらう機会が多かったので、ちょっとですね、なんていうのかな。時間がかなりタイトになってしまったんですけど、面白いので紹介しました。そしてこれは Vimeo と、そして YouTube と、そして Facebook もスマホの縦動画に対応してきてるよってことが同時にここで説明してるんですが、ここにありますようにですね、2015年、16年ぐらいからスマホ縦動画対応っていうものになってきたというものを紹介しました。そして、タイムラプスというですね、早送り動画っていうものがあって、ここに例に出してますように、短時間でね、過程を表現するのに、タイムラプスっていうのを使ってみても面白いと思いますし、そしてですね、続いては、スローモーションですね。スローモーション動画を使うことによっても、いろんなことができますよということで、これについても説明いたしました。さらには、インスタグラムが発表していますタイムラプス動画のハイパーラプスだったり、ブーメランだったり、スナップチャットみたいな、いろんなね、動画の形っていうのがある中で、SNS の中で、例えば、バインというサービスもありましたよね、ということで、これ6秒動画のね、バインというもの。2012年にツイッターが買収し、2015年にピークを迎え、2016年にサービスが終了ということで、本当にこれも短かったんですが、もう一回ね、なんか今 TikTok を受けて、もう一回ね、再びね、なんか復活するような話なんかもなんか出てますね。そして気づいたらいつの間にかどこ行ったんだっていう感じのミクチャ。ミックスチャンネルという10代の女子中高生にダントツ人気があったものなんだけど、キス動画から広まって、今ではね、2人で踊ってみたみたいなものが流行っていたんだけど、今ね、全然もう聞かなくなりましたよね。これどうなったんですかね。最近のちょっとね、数字がどんな感じになってるかちょっと知りたいなと思うんですが、昨年の3月22日からライブ配信にも対応したりとかして、ちょっと盛り上がりを見せてるのかなって気もするんだけど、全然もうね、ニュースは出なくなりましたね。そして、C チャンネル。C チャンネルも、LINE の前社長さんですね、森川さんですかね、が2015年ということで3年前に作ったサービスなんだけど、これもね、なんか聞かなくなりましたね。ということで、縦動画とか、このミックスチャンネルとかも、動画のサービスの移り変わりが激しい。この中にもスノーがあったりとか、スナップチャットとかもあったりするんだけど、本当にね、激しいなと思います。ただね、面白いなと思ったのは、このスマホ縦動画の中で注目されている人気のコンテンツが、やっぱり被写体が縦だということなんですよね。例えば全身コーディネートとか、ヘアアレンジメントとかメイクとかネイルアートっていうのは全部ね、被写体が縦ですよね。だから縦のものを見るのに縦のものの方が見やすいわけですね。だからこういうのも面白いなと思いますよね。そのサービスが流行る理由っていうのはわかると思います。
そして TikTok なんですが、まあ、ここにちょっと TikTok の歴史も入れてみたんですけど、まあ、パクるサービスですね。簡単にまあデコったり、簡単に写真、音楽を使うことができたりするわけなんですが、この TikTok も Facebook がまたですね、パクって、ラストってアプリをアメリカで発売というかでリリースしましたので、またスナップチャットのようにね、インスタグラムをパクったように、どうなるかなという感じですね。ということで、まあ、いろんな動画っていうものを見ていきましたが、今度は360度動画ということで、360度カメラっていうのを撮ると、まあ、いろんなタイプの動画とかね、写真が撮れるんだよということで、実際に、このカメラなんかを紹介してきたんですが、そしてまずは、Facebook ですね。Facebook も、こういう360度写真とか動画に対応しましたよということで、まあ、とにかくですね、今回は実際にこう見てもらわなきゃわからないものが多かったので、実際に見てもらって、こんなことになってるんだよということで説明しました。そして360度カメラを買わなくても、Facebook のアプリだけで360度写真も撮れるようになったよ、みたいな話もいたしまして、とにかく自分の作品とか自分の何か伝えたいものがあった時に、その表現方法としていろんな方法があるんだっていうのはね、特に今の学生さんにはお伝えしたかったんですね。ということで、いろいろ見ていただきました。はい。そしてですね、こちら、LINE も360度写真に対応になっていますよということで見てもらいましたし、YouTube も360度動画、VR モードライブ配信にも対応になりましたよということで、この辺に説明があります。さらには、こちら、このようなですね、フォルディオ360といって、まあ、このターンテーブルの上で、ね、くるくる回ることによって、その撮影するっていうものがあるんですが、こういうものをすると、例えば自分の作品とかをですね、こう一周ぐるっと回ってるようなものが作れるんだよということで、まあ、これもね、やっぱり表現方法なんですよね。やっぱり前からじゃなくて横から後ろから見たいというものがあると思うので、これができると。そして、3D ビンというサービスを使うとですね、ターンテーブルに乗せられないような大きいものがあったとしても、このようにちょっとずつ角度を変えて写真を撮ったものを後から合成することができるというサービスですね。これもなかなか面白いサービスだと思います。そしてですね、こちらですね。これは、インスタ360-1 というアプリを使うことに、カメラですね。カメラを使ってアプリを使うことによって、まあ、バレッタ撮影でしたっけ？という、ちょっとね、マトリックスみたいな写真も撮ることができるんだよっていうことで、実際にこの辺もお見せいたしました。そしてですね、動画の形はいろんな形があるんだよということで、例えば写真のスライドショーで動画にするとかですね、エンドロールをつけるとか、音声を読み上げるみたいなものもあると。そんな中でですね、アニメーションGIFというですね、動画GIFサービスですね、もういろいろあるということで、これもね、なんか見てたら、ちょっとサービス終わってるものとかもあったりして、ちょっともう一回この辺ね、直さなきゃいけないなというふうに思ってるんですけど、まあ、アニメーションGIFというのは、写真のような動画のようなね、音がないものですね。だけど結構この辺も使えるんじゃないかなと思いますね。そして、Facebook、Twitter、ホームページでも、このアニメーションGIFというものを埋め込むと、実際に動くことができますので、この辺も面白いと思うんですよね。そして、Facebook では iPhone のライブフォトにも対応してるよということで、まあ、ライブフォトっていうのは、その写真なんだけど、実際は動画で撮れてるっていうね、1.5 秒ずつの、全部 1.5 秒ずつが動画になっていて、その一部を切り取ってるものなんで、例えばこの瞬きしている瞬間とかをですね、なんか目をつぶってしまったとしても、そのライブフォトの場合だったら、それをずらせばですね、実際に、目開いてる瞬間に変えることができたりするって、これかなり便利ですよね。そしてこちら、ポラロイドさんが1秒動画アプリっていうことで、ポラロイドスイングっていうのを公開したんだけど、どうもこれね、サービスが終了してるっぽいんですよね。ということで、せっかく入れたんだけど、僕がちょっとですね、確認不足ですね。実際に見てみたらサービスが終了していましたということで、ちょっと多分
その時だけじゃなかったと思うんだよね。今見てもやっぱり終わってるっぽいね。はい、そしてですね、続いて、iPhone のポートレート写真なら Facebook に 3D 写真も投稿できるようになりましたということで、これね、実際に見てもらいましたけど、やっぱりかなりね、ショッキングですよね。こんなこともできるようになったのかということで、これはかなりびっくりなものじゃないかなと思います。はい、さらには、ここからライブ配信の話ということで、まあ、そもそもね、テレビのサイマル放送、ユーストリームとかの生中継がどうやって始まったかということで、まあ、311の時の話なんかを少しいたしました。そして TVer なんかですね、テレビの放送が普通にね、ネットで見られる時代っていうのも2015年からやってきて、そして今度はネット側がこの ABEMA TV みたいですね、ネットテレビっていうのも出てきて、そしてこの内容がですね、ABEMA TV がすごかったのは2年前かな、お正月のテレビ番組の、いわゆる番組表がね、1週間分とか入りますよね。あそこに一緒にですね、この入れてたと。2016年の4月サービス開始ということは、2017年の1月の元旦に入れたのかな、今年も入れたのかな、ちょっとわかんないんですけど、いや、そこまで本気、つまり、お正月のテレビってつまんないものがいっぱいあるんだけど、その時にね、ABEMA TV っていうのを見ようかなっていう人がいたんじゃないかなと思うんですよね。で、去年はスマップね、元スマップの3人で話題になりましたね。でそもそもは、これ2009年にですね、三陸取れたて市場というサイトが300万の予算でリアルタイム配信をしたということで話題になったんだけど、まあ、これが実際今はね、スマートフォンでタダでできるようになったんですね。だからいかにこのスマートフォンによって、このいろんなもののね、価値が下がったかっていうこともわかりますよね。そして、ユーストリーム、ニコ生、ツイキャスとありますが、スマホ対応で明暗が分かれてしまったライブ配信ということで、ユーストリームもスマホ対応が遅れ、ニコ生もスマホ対応が遅れ、一方でツイキャスはいち早くスマホに特化したサービスを始めたことによって、ここで差がついたわけですね。2010年、いち早くスマホ対応。そしてこちらね、2007年サービス開始なんだけど、スマホ対応はね、随分後なんですよね。そして、Facebook、Twitter、LINE みたいなソーシャルメディアが、そのものがね、ライブ配信って始めたことによって、今までその特化して始めてたツイキャスやユーストリームやニコ生っていうのがちょっと苦しい状態になってきてると。しまいには、ショールームや YouTube ライブ、インスタライブみたいな感じで、それぞれの SNS が全部ライブ配信をするという時代になって、そしてライブコマースといってですね、実際にライブでね、物を売ったりとかね、買ったりみたいなこともできるようになってきたよって話ですね。そして最後にですね、ちょっと話をしたのが、この iOS 11から導入された画面収録機能っていうのにちょっと注意しましょうねっていうことで、まあ、確かにこのゲームのね、実況みたいなものをするのは、まあ、確かに便利なんだけど、ただなんか自分がやってるやり取りとかね、ツイートのやり取りとか、例えば何かのね、やり取りっていうのが、その写真だったら一瞬なんだけど、動画って過程も全部撮れているので、証拠としてね、自分がなんか Facebook とか Twitter とかに投稿したものを、投稿した後すぐ気づいて消したとしても、そのね、それって一瞬だとしてもね、写真でなくて動画で撮ってる人がいたら、その投稿した瞬間にすぐ消したっていう過程なんかもね、撮れてるわけですよね。ということで、これからは、その、なんていうのかな、誤爆っていうね、誤って投稿してしまったことに関しても、こう、なんていうのかな、見つかってしまう、本当のことが分かってしまう可能性が高くなってくるので、よりね、リテラシーを高くしないといけない時代になったんじゃないかな、というふうに思いますね。はい、ということで、今回は、動画とかですね、新しい表現方法ということで、たくさん見てもらったんですけど、またね、こういったものって、もうね、どんどん変わっていくので、僕もついていくのが大変なんですが、またね、来年の時には、どんどん新しいものが出てきてるんでしょうね。またやっていきたいと思います。はい、今日は様々な動画とライブ配信ということでお伝えしたんですが、そろそろ来年はここの部分を
もう一つ分けないといけないかなっていうぐらい、詳しくなってきましたね。インスパイアの暮らしさん、ありがとうございました。